この道を進めば拘置所に着くわ。正確には警察学校だけどね。拘置所はそれに併設しているようなものよ。へえ。ここにもよく来ていたのか。以前散歩とかでたまにね。レンちゃんワイルドな散歩コース。彼女もあのままついてくるとはな。これでこの工房にはもう用はないわけだが、レン君、君はこれからどうするつもりかね。おじいさんの頼みもあるし、もうしばらくは付き合うわ。そろそろエステルたちのことも探さないとね。戦力としては頼もしいが、どこか俺たちに似た影のような部分を感じる。まあそれこそくだらない詮索だな。それでね、すごいんだよ、こんなにいっぱいの人形。それも全部私と同じ形のものからパッと私を見つけたの。それでルーファスが君だけがラピスローゼンベルクだって。すごいでしょ。すごいのは分かったけど、ラーちゃん、この話はもう3回目だよ。そろそろ話題を変えようよ。その話だけど、一体どうやってあの子を見つけたのかしら。何、本人は気づいていないようだが、彼女にはあらかじめ発信機をつけていてね。万が一奪われた時の保険のつもりだったが、思わぬところで役に立ったな。あら、夢もロマンもないわね。ラピスには黙っておいた方が良さそうだ。そうね。澄んだ空気が美味しい。ラーちゃんもそう思わない？空気に味なんてあるの？よくわからないけど。そういえばあの時、偽物に覆いかぶされて息もできなくてね。でもルーファスが。わかったわかった、その話も何度も聞いたから。さあ楽しみましょう。打ち果たせクリミナルレイド。私の番ね。プロセス開始。行くぞ。ターゲット捕捉。食らえ。崩したぞ。あまあまね。行くとしよう。これも誠の失いし者の剣。行くぞ。ドーン。仕上げと行こう。降り注げブルドガングレイン。リミッター解除。やあ、いいわよ。どう、遅い。さて、打ち果たせクリミナルレイド。レンの番ね。強化する。それ、行くぞ。やっ、さてと。よし、ターゲット捕捉。
食らえ。よし、やっ、今よ。遅い。私の性能存分に引き出せてるみたいね。君の本質を知った。ただそれだけのことさ。宝箱発見ね。身は十分だ。はっ、下がれ。威勢がいいな。打ち果たせ、クリミナルレイド。勝機を逃すな。行くぞ。よし、プロセス開始。いいわよ。サイクは流々っと。ゾディアックコード起動。リミッター解除。よーし、とチェスト。俺の番だ。ターゲット捕捉。食らえ。任せたまえ。打ち果たせ、クリミナルレイド。任せたまえ。暗き力へ。うん、切り裂け。見切った。合わせたまえ、ラピス。任せて。ステイ。行くぞ。レンの番ね。やるしかない。へっ、はあ、こいつで終わりだ。さてと。遅い。崩したぞ。ここだ、ベン。両方よ。いいわよ。とチェスト。私の番だな。打ち果たせ、クリミナルレイド。私の番だな。これはどうかな。レネゲードエッジ。アークス起動。はごきげんよ。ほう、宝箱か。滞在人の愚行に加担する悪党ども、敵対の名にかけて私が
まとめて懲らしめてやりますわ。強がっても無駄だ。いくら実力者といえど、貴様は所詮一人、我らの敵ではない。数は優位しか誇れぬとは、随分と落ちたものだ。何だと？誰だ？ならばそのちっぽけなプライドも砕いてあげよう。あ、いつの間に。これは。ごきげんよう、神速のお姉さん。殲滅天使？一体どういうことですの？話は後、まずは目の前の敵に集中しましょう。わかりましたわ。速攻で沈めますわよ。食らいなさい。ここですわ。任せたまえ、ぶち合わせ、クリミナルルード。任せたまえ、これはどうかな。レネゲードレード。生きた。好きあり。いいわよ。とウフフ、耐えられるかしら。これで終わりよ。チャンスね。弱すぎますわ。私の番ですわ。打ち合わせ、クリミナルルード。私の番ですわ。さあ、行きますわよ。まだまだこれからですわ。プリズムキャリバー。バカな。行くとしよう。殲滅天使、それと見知らぬ方々も。面白い格好。彼女の知り合いか。まあ、ここはレンちゃんに任せよう。レンたちはただ通りすがっただけだけど、神速さんは敵対のあの二人は一緒じゃないの？今回の事件、少々思うところがありまして、彼女たちと手分けして敵拠点の偵察をしている最中です。その一つである警察学校へ向かう途中で、あの連中と遭遇してしまって。ほう、それは奇遇だな。その声は。ルーファス・アルバレア。早い。ほとんど反応できなかった。まあ、こうなるわよね。諸悪の根源、ルーファス・アルバレア。今度こそ貴様に天誅を下しますわ。ルーファスは殺させない。
どういう因縁かは知らないが、一応俺たちの雇い主なんでね。殺されては困る。そう、せめて報酬日の後にして。おい、鋼のお姉さんの件については、レンも思うところがあるから手伝うつもりはないわ。むしろ新速さんの方を手伝いたいくらいよ。だったら俺たちだけで。君たちも下がりたまえ。これは私と彼女の問題だ。違うかね。あのような形でマスターを騙し討ちにしておきながら、よくもいけシャーシャーと。いずれ最終総国の後に消えゆく定めだったとしても、貴様の行いを許す理由にはなりませんわ。ああ、君の怒りもその復讐の意思も全て正当なものだ。だがあいにく私にもまだやり残したことがあってね。ここで殺されるわけにはいくまい。対戦の後、せめておとなしく牢屋にこもっていれば、私たちもそれ以上追求するつもりはありませんでした。にもかかわらず脱獄し、再度この地を占拠、斧が独裁による大陸統一など、悪逆の極地とはまさに貴様のこと。マスターに代わって成敗してやりますわ。それは、私は武人ではないが、ここはあえて武人の流儀で行こう。互いに譲れぬなら、やることは一つ。一対一の決闘、それでどうかね。望むところですわ。それでは始めなさい。ルーファス・アルバレア、貴様には煉獄の底を見せてやります。勝機を逃すな。行くぞ。はあ、燃え尽きなさい。甘い。行くとしよう。打ち果たせ、クリミナルレイド。任せたまえ。これはどうかな。レネゲードエッジ。私の番だな。ボーン。立ちくる。行くとしよう。勝機を逃すな。行くぞ。任せたまえ。打ち果たせ、クリミナルレイド。行くとしよう。これはどうかな。レネゲードエッジ。しびれやがれですわ。行くとしよう。これはどうかな。レネゲードエッジ。任せたまえ。打ち果たせ、クリミナルレイド。行くとしよう。ここからが本番ですわ。ドタマに来ましたわよ。私の番だな。打ち果たせ、クリミナルレイド。任せたまえ。はあ、うん、私の番だな。これはどうかな。レネゲードエッジ。行くとしよう。打ち果たせ、ク
クリミナルレイド。任せたまえ。勝機を逃すな。行くぞ。さあ、行きますわよ。まだまだこれからですわ。プリズムキャリバー。任せたまえ。剣技はルーファスの方に分があるように見えるが、気合は完全に相手の方が押しているな。勝負は五分と五分ってところか。うん、次で決まるかも。勝負ありだな。完全に次の一撃で勝負を決める流れの中、不意打ちじみたアーツ攻撃か。えぐい。思えば始める前の武人の流儀のあたりから神速さんを誘導していたのでしょうね。最初から勝利への道筋を計算していたのかしら。でもアーツ禁止の約束はしてないし、反則ってわけでもないんだよね。ますますエグい。負けは負けですわ。こんな手にはまったのも私の未熟さゆえ。さあ、人を前に殺しなさい。やれやれ。悪人だという自覚はあるが、意味のない殺しは心情に反するのでね。ともあれ、これで少しは落ち着いて話ができそうだな。今さら貴様と話すことなど。単刀直入に言おう。私に協力したまえ。はあ、冗談じゃありません。死んでも嫌ですわ。少なくとも当面の目的は同じのはずだが。貴様と同じ目的など、私は一リフたりとも持ち合わせていませんわ。あのね、神速さん、何ですの。そもそもどうしてあなたが。よく考えてみて。あのルーファス新総統が黒い衛士さんたちと戦ったのをおかしいと思わなかったのかしら。あ、一体どういうことですの。仕方がないわね。レンが一から説明してあげるわ。Thank you.
ルーファス・アルバレア、敵対筆頭大使としてあなたの行く道見届けさせてもらいますわ。痕跡があるな。結構な人数がいたみたいだが。まあ近くにはいなさそうだし、放っておいても大丈夫かな。そういえばそちらのあなたたちは初めましてになりますわね。ああ、俺たちのことは気にするな。単なる雇われだからな。一武人としてそういうわけには。肩を並べる以上相応の礼儀は必要でしょう。おお、見た目通りの騎士道精神。仕込みは十分だ。ちょっとポンコツっぽいけど。ちょっと聞こえてますわよ。宝箱発見ね。強そうだな。注意するぞ。あれは貨物路線か。クロスベルの各地にも通じているみたいだが。へえ、それは便利そうね。先の大戦では兵器輸送などにも大いに活用させてもらったくらいさ。あなたという人は。せい！ほっときなさい、神速さん。こういう人なんでしょうから。誰が相手だろうと関係ない。勝機を逃すな。行くぞ。私の番ね。プロセス開始。
俺の番だ。リミッター解除。よーし。輝け、ライトニングソード。私の番ね。よいしょっと。もしもし、何が出るかよ。行くぞ。ターゲット捕捉。くらえ。行くよ。確かこの辺りにあった。ほいっと。ベビースレッド。ここだよ。行こう、スーちゃん。任せたまえ。これはどうかな。レネゲードエルス。見切った。スキアリー。よし、走れ。このまま決めるぞ。はっ。やるしかない。へっ。こいつで終わりだ。二の方、裏颯、二重。え？まさか。風神烈波。無事か。助かったわ、風の牽制さん。助太刀、感謝しますわ。どういうこと？つまりこの人が本物ってこと？多分ね。知らない顔もあるようだが、まずはルーファス・アルバレア元総督でいいのか？理解が早くて助かる。風の牽制にまでいきなり切りかかられてはさすがに身が持たないからね。ぐ、私への当てつけのように聞こえますが。状況からあの新総統が偽物だということくらいは推測できるが、正直本物のあなたがこの地にいる理由には見当がつかない。答えていただけないだろうか。もちろんその内容次第ではこたびにこのアリオス・マクレインがあなたの敵となろう。
アリオス・マクレイン、まさかあなたとこんな形で共闘するとは。仕込みは十分だ。例の武術大会でも顔を合わせたが、肩を並べるのは国防軍の時以来になるか。あれからお互いいろいろあったようだ。継いだ聖女の魂見せてもらうぞ。ええ、こちらこそ風の剣聖殿。見て見て、宝物。それだ。仕掛けですわね。拘置所には過ぎた設備のようですが、前に支援課のお兄さんが脱走してから増強されたって噂ね。以前鳥籠に閉じ込めた時も苦労させられたものだったな。特務支援課か、ちょっと興味が出てきたな。かかってきなさい、やっつけてあげる。とチェスト、行くぞ。
ソラ。私の番だな。勝機を逃すな。行くぞ。任せるがいい。風よ、我が力となれ。行くぞ。打ち果たせ、クリミナルレンド。行くぞ。ターゲット捕捉。くらえ。続いてくれ。遅い。行くぞ。風まく光よ、我が剣に集え。とどめだ、封刃鉄火。任せたまえ。これはどうかな。レネゲードエッジ。よし。刻むぞ、シャドウステップ。よし、型をつけてやる。ザー、吹き飛べ。続いてくれ。遅い。私の番ね。トーンチェスト。チャンスね。遅い。俺の番だ。走れ。このまま決めるぞ。やっせ。やっ。参る。いざ参る。おお、裏早手二重後期よろしく頼もう。おう。やっ。任せたまえ。打ち果たせ、クリミナルレイド。任せたまえ。これはどうかな。レネゲードエッジ。見切った。合わせたまえ、ラピス。うん。はっ。え、いいわよ。トーンチェスト。今よ。遅い。とどめよ。それにしてもここ、建物も家具も人形も何一つ可愛くない。限りなく名店よ。おお、まさかの C をも下回る最低記録。この地上に何を求めてるんだ。これは良き品ですわ。十分だ。はっ。下がれ。下がれ。かかってきなさい。やっつけてあげる。打ち果たせ、クリミナルレイド。
宿る。行くぞ。逃がしはせん。そこだ。ミノたち、個人転送。私の番だな。勝機を逃すな。行くぞ。俺の番だ。ターゲット捕捉。食らえ。崩したぞ。遅い。よし。遅い。行くとしよう。輝け、ライトニングソード。私の番だな。これはどうかな。レネゲードエッジ。見切った。隙あり。行くぞ。型をつけてやる。ザー、吹き飛べ。崩したぞ。遅い。任せたまえ。解き放て。ダイレクトエッジ。ここは耐え忍ぶとしよう。よし。ターゲット捕捉。食らえ。私の番だな。これはどうかな。レネゲードエッジ。よし、型をつけてやる。ザー、吹き飛べ。崩したぞ。頼む、牽制。任せてもらおうか。私の番ね。打ち果たせ、クリミナルレイド。私の番ね。トーンチェンスト。今よ。行こう、ルーファス。いいだろう。任せたまえ。輝け、ライトニングソード。任せたまえ。暗き力よ。見切った。隙あり。行くぞ。ターゲット捕捉。食らえ。続いてくれ。遅い。行くぞ。やるしかない。こいつで終わりだ。任せたまえ。アークス駆動。任せるがいい。風よ、我が力となる。任せるがいい。風まく光よ、我が剣に集え。とどめだ、風神烈火。後期よろしく頼もう。了解さ。せい。
私の番だな。打ち果たせ、クリミナルレイド。任せたまえ。解き放て。ダイレクトエース。このまま押し切るとしよう。はっ。よーし、トーンチェスト。戦闘は終わりね。さ、行きましょう。当然ね。身は十分だ。宝箱か。仕込みは十分だ。下がれ。下がれ。
なんて気か。警戒を。威勢がいいな。勝機を逃すな。行くぞ。よし。打ち果たせ、クリミナルレイド。いいわよ。とチェスト。今よ。遅い。よし、ターゲット捕捉。食らえ。崩したぞ。遅い。任せるがいい。いざ参る。裏早手、二人崩した。よろしく頼もう。ああ、任せたまえ。これはどうかな。レネゲードエッジ、見切った。隙あり。俺の番だ。よし、やるしかない。へっ、こいつで終わりだ。マイル、風まく光よ、我が剣に集え。とどめだ、封刃鉄砲。崩した。隙ありだ。よし、打ち果たせ、クリミナルレイド。私の番ね。とチェスト。任せたまえ。これはどうかな。レネゲードエッジ、見切った。隙あり。よし、ターゲット捕捉。くらえ。させるか。よし、とチェスト。行くぞ、打ち果たせ、クリミナルレイド。マイル、風まく光よ、我が剣に集え。とどめだ、封刃鉄砲。任せたまえ。暗き力よ。うん、急げ。見切った。合わせたまえ、ラプス。任せて。うん、よし、型をつけてやる。ザーッ、吹き飛べ。崩したぞ。遅い。私の番ね。プロセス開始、リミッター解除。私の番ね。とチェスト。今よ。遅い。マイル、打ち果たせ、クリミナルレイド。任せるがいい。シュプルドトー、ダイレクトエッジ。援護して差し上げますわ。ほんか。良き風に恵まれたようだ。
は十分だ。お宝ですわね。結構奥まで進んできたみたいだけど。目的の部屋は近いようだね。はっ。ああ、急ぐとしよう。待っていてくれ。もうすぐ迎えに行くからな。見て見て、